皆さん、こんにちは。今回は宮城の親方についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。弟子の監督冬木届きと北青鵬の暴力を知りながら黙認、隠蔽していたことなどで日本相撲協会から2階級降格と減俸の処分を食らった宮城の親方、元横綱白鵬。周囲ではほとぼりが冷めれば師匠に復帰できると考えている。仮にそれが無理でも部屋付き親方として理事長の座を狙っている、なんて声が周辺から聞こえてくるそうです。弟子の暴力、それを止めようともしなかった白鵬。しかし今回の一件で相撲協会の逆鱗に触れたのが姑息な隠蔽工作だったといいます。協会のコンプライアンス委員会の報告書によれば、宮城の部屋に聞き取り調査をした際、部外者が同席し力士たちに口止め工作をしていたというのです。この部外者というのは番組制作会社の社員、かつて TBS で白鵬のドキュメンタリーを数多く手掛け、トークショーの司会をし、ちびっこ相撲大会の白鵬杯の実行委員会にも名を連ねている側近です。番記者時代から常に行動を共にし、白鵬が相手を秒殺した時はあっけなさすぎて物足りなかったんじゃないですかと、あからさまなよいしょをしていた人として有名です。白鵬がモンゴルに帰国した際も同伴し豪遊していたとの話もあります。口止め工作も白鵬の要を受けて行われたのは明白で、協会の怒りに拍車をかけた格好となりました。こうした癒着構造は過去にも何度かありました。2021年に発覚した浅野山のコロナ禍におけるキャバクラ問題でも、浅野山にたかっていたスポーツ紙の記者が口止め工作を行っていた事案があります。2010年に世間を揺るがせた大相撲の野球賭博問題では、 NHK の番記者も訴状に乗りました。ある相撲部屋に抜き打ち検査が入る前日、明日捜索が入るようです。多言無用でと親方にメールを送っていたことが発覚します。まるで今回の工作を彷彿させるような一件と言えるでしょう。大相撲は固定ファンも多い有料コンテンツです。力士や親方に媚びを売り甘い汁を吸おうとする輩が後を絶たないのも納得できるかもしれません。今回の一件で相撲協会が北青鵬と宮城の親方を厳罰に処したのは、事件の悪質さはもちろん、これが大相撲の屋台骨を揺るがす事態に発展しかねないからでもあります。各界の未来を担う入門志願者を直撃する可能性があるからです。新弟子検査の受験者数は1992年の年間223人をピークに減少の一途をたどっています。2023年度は53人で、これは1958年に年6場所制になってからの最少記録です。就職場所と言われる春場所を対象とした新弟子検査が4月に控えていますが、昨年の受験者はわずか34人で、これも1973年以降では最少タイ、最多は1992年の160人。ただでさえ親方衆が弟子の確保に四苦八苦する中で、また今回の暴行事件が起きました。子供を相撲部屋に預けようとする親御さんや指導者が、まだこんな陰湿ないじめがあるのかと躊躇するのは当然で、すでに4月の新弟子検査を受験予定だった入門志願者の親から再考したいと告げられた部屋もあるそうです。実際2007年に起きた時津風部屋の弟子リンチ死事件、2010年に社会問題化した野球賭博と八百長騒動、2017年に発覚した鷹の岩暴行問題など、不祥事が新弟子検査を直撃し入門者数の減少を加速させているのは事実です。白鵬は現役時代の実績と潤沢な資金力を背景に独自の供給ルートを構築し、アマチュアの有望株を次々に宮城の部屋に引き入れていました。新弟子確保の苦労とは無縁でふんぞり返っていたのですが、各界は運命共同体です。いじめの黙認、隠蔽の背景には事の重大さを認識できない甘さと、何をしても許されるという現役時代さながらの傲慢さが見え隠れします。大相撲宮城の部屋の師匠代行を同じ伊勢ヶ浜一門に所属する大島部屋の部屋付きの玉垣親方が務めることが26日分かりました。元幕内北青鵬による暴力行為に対する監督責任を問われ、来月の春場所は宮城の親方、元横綱白鵬が部屋の師匠の立場を外れることが決定しています。同一門で師匠代行を立てることになっていました。玉垣親方は伊勢ヶ浜一門に所属する部屋付き親方では最高齢となります。
日大卒業後は山口県内の高校で保健体育の教師をしていたのですが、大学の後輩にあたる舞の海の活躍に刺激を受けて27歳で力士に転身しました。そんな異色の経歴もあって先生の愛称で親しまれています。関係者によると、役員以外の親方で構成される年寄り会の副会長を歴任するなど経験豊富な面から起用されました。処分発表の後に水面下で協議が進み、他にできる人がいないと白羽の矢も立ったそうです。同部屋は27日から大阪での稽古を始める予定で、遅くとも28日には師匠代行として合流する運びとなっています。宮城の親方は23日の日本相撲協会臨時理事会で委員から年寄りへ2階級降格、3ヶ月の 20% 報酬減額処分を受け、弟子の北青鵬は暴力行為を認めて引退に追い込まれました。理事会では同親方の師匠としての素養と自覚が欠如しているとして、4月以降は伊勢ヶ浜一門が宮城の部屋を預かり運営方法を協議すると決めていました。2024年1月26日大相撲初場所13日目、 NHK でテレビ解説を務めた宮城の親方が平成16年秋場所で横綱朝青龍に初挑戦した一番を振り返りました。朝青龍の下手投げに敗れた取り組みについて、宮城の親方は勝つというイメージがなかったですね、本当は勝負師として良くないんですけど怪我しないように生きて土俵から降りればいいなと思っていましたね、と苦笑していました。宮城の翔さんは元横綱豊昇として活躍しました。旧名ムンフバトダバジャルガルで1985年3月11日生まれの現在38歳です。モンゴルウランバートルの出身です。父のジジドムンフバトさん個人はメキシコ五輪レスリング銀メダリストです。宮城の部屋で平成13年春場所初土俵を踏みます。2018年夏場所で初優勝します。2019年名古屋場所で新横綱として昇進しました。2022年に史上2位の63連勝、優勝45度、通算勝利数など史上1位、通算1187勝、幕内1093勝、247敗253休みという成績でした。殊勲賞3回、敢闘賞1回、技能賞2回、金星一こと数々の賞も獲得しています。そして、令和元年9月に日本国籍を取得しました。そんな白鵬は遡ること2017年、あることで物議を醸しました。貴乃花親方の姿勢には納得できない、理事という立場で協会全体が進めようとしていることをぶち壊そうとしているのではないかとある人が述べます。同年11月27日横綱審議委員会後の会見で北村雅人委員長は静かな口調ながら怒りをあらわにしました。春馬富士の引退表明があった年です。定例理事会での危機管理委員会による中間報告、混迷を極めた暴行事件はようやく事件解明に向けての道筋が見え始めていました。そもそも貴乃花親方の狙いは春馬富士を引退に追い込むことではなく、角界をまとめきれない八角理事長を辞任に追い込むことでした。来年2月の理事長選で勝てないことは分かっているのですが、八角理事長以下協会幹部に一矢を報いることで留飲を下げようとしていたと見られていました。しかし当時の雲行きは八角理事長の辞任はなしというのが大方の見方でした。そして貴乃花親方のもう一つの狙いとして白鵬潰しがあったと協会関係者が明かしています。もともと両者は蜜月関係にありました。貴乃花親方は白鵬の相撲を褒めていたし、白鵬も改革への姿勢を支持していました。改革が進めば帰化しなくても一大年寄りを認めてくれるのではという打算があったのも確かでした。その関係が悪化した原因の一つは巡業での移動の際、白鵬がバスに戻るのが遅れたことと言われています。白鵬がいないことを知りながらバスを発車させたというわけです。だが実はその直前に決定的な事件が起きていたといいます。同日最初の休憩で白鵬がバスに戻った際、貴乃花親方が座るはずの席に座ってしまったのです。後から乗り込んできた貴乃花親方は、なんで俺の席に座っているんだと怒鳴り散らしたそうです。白鵬は足が痛いから伸ばせる席に座ったと言い訳したが、怒りは収まらず力士たちの前でメンツを潰されたのです。以来2人の関係は最悪のものとなってしまったそうです。また
将来の目標が同じだから早めに芽を摘みたかったのではと、こう続ける人もいます。共に理事長の椅子を狙っていると見られていました。白鵬は父親が帰化することに大反対のため親方にもなれそうになかったのですが、その父が大病を患い状況が一変したのです。母親もあなたのやりたいようにやればいいと後押ししているらしく、帰化に障害がなくなったことで将来の道筋が変わってきました。当然その話は貴乃花親方の耳に入っていました。だからこそ暴行事件の現場に居合わせた当事者として白鵬も関与していたことをリークして、ことを大きくしようと目論んだわけです。しかし春馬富士の引退で形勢は逆転しました。白鵬は11月28日の八角理事長の講話の席で、貴乃花巡業部長の下では冬巡業に安心して参加できない、巡業部長を変えてほしい、出なければ巡業に出たくないと反撃ののろしを上げました。結果貴乃花親方は冬巡業には帯同せず、巡業部長失格の烙印を押されてしまいます。どうやら喧嘩に勝ったのは白鵬のようでした。いかがだったでしょうか。今回は宮城の親方の近況について見てきました。最近の宮城の親方の様子を見ていると、いつぞやの貴乃花親方の末路に似ているように感じます。結局は宮城の親方に師匠として力量がなかったということが今回の元凶であることは間違いないでしょう。今後宮城の親方がどのような行動をとるのか、動向に注目していきたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。